よし、星を壊す悪い奴らをぶっ飛ばす。お姉ちゃんを助けて絶対帰る。行くぞ。こりゃいつどこが崩れてくるか分かんねえぞ。ねえ、お父さんは？大丈夫、大丈夫だから。この先はもっと危険ですよ。助けたい人がいるの。後悔しますよ。俺たちは特別だ。気をつけてくださいね。やられはしない。行くぞ。次も頼むぞ。こっちもな。暴れがいがあるってもんだ。そんな。どうだ。頼む。おう、任せとけ。飛び上がれ。ダメ押しだ。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。あそこを登るんだよね。ちょっとでも崩れたらヒュードンだな。今に始まったことじゃない。安全な道なんてとっくになかったな。行き止まりか。このロープ救助隊のかな。この辺から上がれんじゃねえか。ワイヤーが使えそうだね。ロープが垂れ下がってるところを狙って。失敗して落ちんだよ。いいか、ワイヤーはな、センス。ああ、うん、登ると戻れないからね。上の方からロープが垂れてねえか。楽勝だな。もっとペースを上げてもいいぜ。目的を忘れるな。
わかってるよ。まずはエアリスの救出だろう。問題ない。モンスターが出たが、こっちで対処した。アバランチめ、仕事を増やしやがって。どうせ怯えて隠れてるんだろう。見つけ出してモンスターの餌にしてやれ。上等だ。俺は逃げも隠れもしねえぞ。餌になんのはどっちか分からせてやるよ。もう切れてる。あそこにワイヤーを引っ掛けてよ。飛び越しちまおうぜ。かけてみるか。といいけど。走りすぎるなよ。
切り開く。行かせる。終わった。燃料はいらない。おう、任せとけ。いけんだろう。繋いでいくと。ここが勝負だぞ。見せてやる。逃がさねえぜ。そこだ。ガツンと頼むぜ。落ち着いていけ。私に任せて。頼られちゃうな。いらっ、いらっ、いらっ、わっ、期待してるぜ。覚悟はいい。そこ刻む。うっ、よくやった。次行くぜ。俺はまたどっか崩れりゃ真っ逆さまだな。目に焼き付けておこうぜ。神羅のど真ん中に行くのかと思うと燃えてくるぜ。燃え尽きるなよ。心配すんな。この気持ちは尽きねえよ。燃料はいらない。そりゃ楽しめそうだ。一気に叩き込む。一回決まった。そっちは任せる。よし、やっちゃおう。そこ当てる、当てる。蹴散らすぞ。邪魔はさせない。歩け。そこ、ここで仕掛ける。行くよ。邪魔よ。邪魔だ。この調子で行くぞ。次も勝とう。隠れろ。あの野郎、戻ってきやがった。もう戻れねえな。進めるなら問題ない。ああ、そこだ。迂回はねえってわけが。覚悟はいいか。ああ、そっちは任せる。頼られちゃうな。さあ、強っ。備えておこう。覚悟して。邪魔だ。撃ち抜く。繋いでいこう。なんだもんよ。気合い入れてけ。
決めてやる。チャンスは逃さない。行くよ。この注意。そんなもんよ。また店やろうぜ。うん、やろう。クラウドも手伝ってくれる？安くないぞ。どうだ。
満点だったな。うん、さ、もう一息。こっからだな。準備運動は終わりだ。止まれ。大歓迎じゃねえか。こうして見ると絶望的な気持ちになるね。絶望は力だ。時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ？派手な正面突破が絵になるぜ。あんた何しに来てるんだ？あ？裏へ回ろう。この先に駐車場の入り口がある。体制だよね。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだ。アバランチの本体、あるいはウータイ。ウータイとは休戦中だろうが。休みはいつか。この作詞の象徴でぬくぬくしてる連中に本物の恐怖ってやつ。俺たちの目的はエアリスの救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回れ。わーってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢する。
れって神羅の車だよね。飛び乗るぞ。あ？外はどうだった？そっちは異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。誰もいねえな。ああ。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。多分かよ。確認しようか。受付でわかるかな。綺麗な建物。はっ、ムカつくぜ。ピカピカの壁、いつか粉々にしてやる。明日以降で頼む。
封鎖されてる。触る？くそ！生意気な！とにかく上へ向かおう。で、どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあんだろ。エレベーターに一票。鍵がねえと上がれねえってわけだ。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だが、どうする？上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。無理だろう。私がやってみる。あ、この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。仕上げのジャンプ見てて。やったじゃないか。あ、こ
これでセキュリティを解除できるかも。え？ははうまくいったな。ん？何もしてないけど。ま、いいじゃねえか。ティバ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。あった。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。どうなってんだろうな。重要施設も増えてくる。これまでのようにはいかないだろう。なんだ。10階です。ドアが開きます。お前らっ連携しよう。この調子でいくぞ。次も勝とう。肝が冷えたぜ。通報されてないよね。そんな時間はなかったはずだ。上へ参ります。ドアが閉まります。また止まるかな。シンラは階段を使え。階段をまた出くわしても速攻で片付ければなんとかなるだろう。早速おいでなすった。20階です。ドアが開きます。立ち止まってられない。まだ終わらない。そこ怪我はないか、ティファ。足引っ張っちゃったかな。ドアが閉まります。もう一気にシュッと溜まるぜ。なかなか上まで行けないね。階段に移ってもいいぞ。それはない。30階でドアが開きます。気を抜くな、来るぞ。されただろうが。40階です。さあどっちだ。ドアが開きます。こっちは大丈夫。母さんこそ怪我はなかった？そっか、安心した。そんなひどいな。上へ参ります。ドアが閉まります。いや、まだ何も分かってないよ。アバランチがまたいつ攻撃してくるかわからないから、くれぐれも気をつけて。それと、シンラにも家族のために働いてる人がいて、帰る場所があって、待ってる人がいて、もちろん分かってたことなんだけど、なんだかきついな。善人なんだろうが、連中は自覚なき共犯者だ。そういう連中の意識を変える必要がある。自分たちの売ってる魔法が星の命に等しいってことを自覚してもらわねえと。
そうなれば世界は変わる。総会で聞いたよな。うん。ティファ、エアリス救出に集中しよう。うん、そうだね。59階です。ドアが開きます。70、80、90、100、110。魔法濃度の過飽和を確認。冷却用マテリアによる放冷を開始。スカーレット様、会議のお時間です。あなた、声をかけるタイミングが最悪。魔法濃度、マテリア構造ともに安定しています。核マテリアの質量増加を確認。検出。行くわよ。規定値を大幅に超え、なおも増殖中。溶液内の至る所で結晶化を確認。暴走しています。ダメです、このままでは。お片付けよろしく。はっ。スカイフロアね、名前通り洒落てんじゃねえか。行くぞ。見学ツアーのお客様ですね。見学ツアーのお客様は60階、61階、62階、63階と順番に進んでいただきます。各フロアの出口に更新機がございますので、そちらでカードキーを更新していただきますと、次のフロアをご利用になれる仕組みとなっております。それでは皆様、見学ツアーを心ゆくまでお楽しみください。たく、めんどくせえな。ちょっと変じゃなかった？うまくいきすぎている。やっぱりそう思う？罠？それならそれでいいさ。帰り討ちにしてやる。にしてもカードキーばっかりだな。神羅の中枢だ、仕方がない。出たな元神羅。でかい組織のやつほど仕方がない。ああ仕方がないと。すべての魔航路と支柱をチェックしてください。はい、そうです。いえ、すべてです。どこにどんな影響が出ているか分かりません。少しでもおかしなところがあれば報告をお願いします。よろしいでしょうか？ああ、すまない。こちら、7番街の被害報告書になります。少し休まれた方が。いや、会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたい。たとえどんな目的があろうとも、町を落とすなんて正気の沙汰ではないな。統括、会議でそのような発言は決してなさらないように。分かっているさ。
シンラカンパニー本社ビル見学ツアーへようこそ。今度はなんだ。こちらメモリアルフロアでは、クレステントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業について、また魔法都市ミッドブルと魔法エネルギーについて、それらを3つのブースに分け展示しております。はいはい、ご苦労さん。胸焼けしそう。自分大好き野郎ってこったな。皆さん、見学ツアーお楽しみいただけてますか？クレジデントやシンラカンパニーのこと知っていただけました？クレジデントの思い出の品が目にできて感激ですよね。散々スクラップにしてやったぜ。申し訳ございません。兵器開発部門のブースは、うひょ、何これを読めばいいの？ようこそ新ラビ。わしが統括する宇宙開発部門は、兵器開発資源がいっぱいある宇宙文明。今は魔鋼が手に入ったから凍結中なんだよね。わしちょっと残念。事業やそこから生み出された結晶の数々ご覧いただけました？我々はこれらを駆使し、日夜皆さんの安全をお守りしているのです。こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となります。ご覧いただけますように、市街地を取り巻くように設置されました8基の魔鋼炉が日夜魔鋼を吸い上げております。そもそも魔鋼とは、地下に眠る無尽蔵の資源、それを我々が採掘し原力に変えて、または高性能の燃料として皆様にお届けしています。魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなり、ミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃねえか。魔鋼で生活が豊かになるのは本当か？豊かさってのは目を曇らせるんだよな。そんなことがあったぜ。だから余計ムカつくんだ。おめでとうございます。これであなたも神羅博士。それでは続きまして、神羅の英知と61階ビジュアルフロアへとお進みください。
こちらビジュアルフロアでは、シンナの最新テクノロジーを駆使して制作した全く新しい映像体験をお楽しみいただけます。ぜひとも全身でご堪能ください。何にもねえな。なんだ。かつてこの星には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。彼らは星の開拓者と呼ばれ、我々が魔鋼を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに、彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの木。しかしそんな彼らも今はいません。約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔鋼をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そして溢れんばかりの魔鋼エネルギー、そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。ん？終わりか？だろうね、わしとしたことがラードを切らすなんて。脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよね。ひょう。え、どういうこと。まだ頭がクラクラすんで、とんでもねえ映像を流しやがって、子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない。あの隕石なんだろう。だからそういう映像だろう。